今週のゲストは先週に引き続きタレントの小島瑠璃子さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島さんは1993年12月23日生まれの19歳、千葉県のご出身です。2009年ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞し芸能界デビュー。現在自転車の購入を検討中ということでサイクリスト予備軍ということになります。はい、ま、購入を検討中ですか。いやこれはいいですね。いいですよ。本当に今欲しいんですよ今。はい、うん、なんでもうピンポイントにもうここに行ってこんなものを買えぐらい今日教えてもらえたら嬉しいんですよ、うん、なるほどなるほどなるほど。まあ先週のお話をお伺いする限り自転車に乗る素養は明らかにありますからね、うん、ありますもんね。でも、はい、もともと小島さんは、まあ、S1 という番組出演中であったり、はい、スポーツに対する興味は。あ、そうですね、大好きです私、うん、大変多いわけですよね、はい、ご自身もなんか運動とか今までやられてたんですか。休日はあのダイビングとか今しますね。おすっごい好きで、うん、はい。ダイビングはどんなところがいいですか。うん、ダイビングなんだろうな、あの一気に別世界に行けることですかね。あ、これはもうやっぱり自転車乗るべきだ。え、なんでなんで今の会話から全くね結びつかないですよ。はい、全然結びつかないですよね。全結びついてるんです。ついてます。なんでなんで。自転車乗って別世界。だ自転車に乗るっていうのは。うんうん、はい、こんなに気軽で、はい、いきなり別世界に連れてってくれる乗り物ってないんですよ。あ、でも本当そうかもしれない。なら例えば、うん、オートバイ、はい、車、はい、準備して何だっていろいろお金もかかる、駐車場代なんだかかる、うん、で電車、うん、これも日常的なものですけど、うん、ちょっとした特急乗れば別世界行ける、うん、でもそれに買わなきゃいけない、うん、どうこう目の前にある自転車をいきなりポンって乗った瞬間からもう冒険が始まるんです、うん、ここですよ。自転車は今映画の冒頭みたいでしたね。映画の冒頭みたいでした。さあ、た瞬間別世界というね。そうなんです。日常の中に別世界。ハードル一番低いという。そうなんですよ。いや乗りたいな。そう、だからその自分のなりのやり方すればいけるんです、うん。どんなことに使いたいですか、自転車。そうですよね。休日に、はい、ちょっとなんだろうな。なんかお散歩気分で私も乗ったりとか、あとはちょっとした買い物行きたいですね。はいはいはい。なんでまあちょっとカゴがついてた方がいいかなっていうのが。なるほど。もう引田さん今メモってますよ。おお、すごい。もうそのデータを今メモって今検討してくださいますからね。でごめんなさい、ちょっともう細かめに、はい、もうこんなのが欲しいっていうのも言っていいですか。はい。ポップな色で、カゴ付きで、うん、小さめで、よく進んで3万円以内のがいいです。おぉ、厳しい条件ですね。これがいい。一番最後が厳しいね。一番最後だけは私も厳しいです。あります。条件は、はい、その最後以外は全部あります。最後以外、うん、え、ちなみに最後はどこまで妥協すれば、うん、ね、今で言うとね、うん、だいぶ下がってきたことは来たんですか。まあ、下がってきましたけどね。まあ、でもね、5万円は。5万円か。最低。でも5、5でも厳しい。嘘、実は5でも厳しいです。いやいやいや、19歳だから厳しい。今日乗ってきてます、うん、折りたたみのミニベロブロンプトンという、はい、折りたためて小さくなって、はい、これすごいカゴも簡単にワンタッチでつけられるし、うん、どこどこ簡単に運ぶこともできるし、めちゃめちゃ可愛いです。これ欲しいです私、はい、これはちなみにですね、はい、15万ほどします。はい、失礼しました。そうなんです。でもね、自転車ってね、結構そんなもんでね。なるほど。でも本当にね、私もいろんな人にね、自転車をおすすめして、うん、いくらだいくらだっていうことがあるんですけど、うん、最初にね、大体クロスバイクっていうのをおすすめするんですよ。クロスバイク、うん、クロスバイクっていうのはね、うん、ドロップハンドルじゃなくて、うん、普通のフラットバーがついててね、はい、まっすぐなでハンドルがついてて、でそれで、ね、割と細めのタイヤを履いてて、うん、でなんだろうな、そのロードバイクとマウンテンバイクのいいとこ取りしたような、うん、自転車なのね、はい、だからね、スピードもそれなりに出て、はい、だけど乗り心地も悪くない、うんうん、でおまけにカゴとかもつけられる、街、うん、乗りも OK、 街乗りも OK、 はい、だからこれがね、やっぱり一番おすすめなのかなって気しますよね。まあ、そうなりますね。これで52,500円。あ、例えばこういうやつと言ってもリスナーの方々には見えないと思うんですけど、今指差してらっしゃるのミニベロのタイプですね。ハンドルがまっすぐで、はいはい、うん、割とタイヤが小さめのタイプのミニベロ、はい、そのミニベロっていうタイプの自転車も、僕の折りたためるやつとかになると、はい、やっぱりこの折りたための機構が複雑になるので、はい、どうしても値段が上がっちゃうんですけど、たためないタイプのミニベロだとだいぶ安い価格帯が出てくるんですよ。たためなくても大、あ、まあ、持ち運び、まあ、でまずはいいかもしれないです。そうなんです、はい、気軽にそういうので乗っていただいて、っていう意味ではね、はい、
じゃあ頑張って予算5万円に引き上げようかな。5万円引き上げはもうそうですね、5万円あるといいですよ。大丈夫です。で、ね、それでね、私例えばそれで5万円持って、はい、あの自転車さんに行くでしょ、うん、すごくねおすすめのポイント、注目ポイントがあって、はい、あ聞きたい。これはね色なんですよ。 色、うん、色はやっぱりね絶対ね自分の好きなものを選ぶべき。なるほど、うん、ね、それは店員さんがなんだかんだかんだこれがいいんだ、あとその何はこれがいいんだって言うけれど、はい、でもね自分が一番気に入ったカラーで、うんうん、自分が一番気に入った形のものを選ぶのが実はね一番いいの。やっぱりそのなんだろう、うん、愛情とかそういうところなんですか？そうなのよ。そこなんです。なんだろう、おすすめされて付き合ってみたけど、うん、付き合ってみたらこんな人だと思ってなかったみたいな違和感。いやいや、女に例えないで。違和感、男性よ男性。そうそうそう、あ、私そうそうそう、小島さんで彼氏さんがね、うん、できたとしてさ、うん、それがこう、なんだろう、自分がすごい好みじゃなくて、世間一般でいうかっこいい人だからっていうような理由で選んじゃったりするときあるかもしれん。あなたにはぴったりなこの人だからみたいなね、わかんないけど。で言われてなんとなく流されちゃったら、うん、なんかこう、違ったんじゃないか違ったんじゃないかみたいになってくることがあるわけですよ。そういうのとは違うと。そう、もう本当に最初に愛する好きなファーストインプレッションすごい大事です、うん、やっぱりね、そういう自転車だとね何がいいかっていうとね、はい、例えばその街で乗ってるでしょ、はい、でショーウィンドウの前をずーっと通るでしょ、うん、でそうすると自分はどんな風に見えるかなってちらっと見るわけ。ね、かっこいいとかね、これね思える、一番大事。あるあるですか？これは自転車乗りのあるあるです。そう、はい、そうです。そうなんだ、一番大事なポイントなんです。そうなんですか、はい、そうです。 ですから、うん、僕みたいな可愛らしいというかタイヤの小さな自転車に乗ってる人はゆっくりじゃないですか、はいはい、でもあの日田さんとか鶴見慎吾さんみたいにこうすごい速いタイプの自転車に乗ってる人がゆっくり走ってるの見たら、あ、それやってるなと思っていいです。早く走ってる時は見れない、見たら危ないですから。そういうことか。そういう速そうな自転車なのに結構ちょっとゆっくり、ちょっとゆっくり走ってる時は大体あのガラス張りのビルを見てます。あ、今こういう感じ、自分のホームチェックとかしてます。ちょっと背中のラインがみたいな。チェック、はい、そうです。なんかその乗ってる姿のかっこよさってあるんですよ、うん、ある、ありますよね。だんだん乗ってると分かってきちゃうんですよ。あの人の乗り姿何か違う、うん、なんかかっこいい。女性でもありますか？あります、あります、あります。女性はもっとある。へえ。キュートに乗ってらっしゃるなとか、姿勢のいい女性はねそれだけで素敵に見えるって言いますもんね。あ、見えますね。自転車乗ってても同じですか？うん、そうなんですよ。だんだんねサドルの位置とか気にしだす。嘘、そう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 、もうちょっと高い。どうでもいいじゃないですか。全然ダメ、全然ダメ。そのサドルの位置がちょっと高いだけで、うん、あの姿勢が変わるじゃないですか。はい、座れればいいじゃないですか。違います、違います。これ乗ったらわかります。そうなんですか。漕ぎやすさが変わるし、それから美しさが変わるんですよね。美しさが変わる。乗り姿が美しくて、はい、しかもなんか楽に早くスピードが出るぞ、心地よく気持ちよく風を切れるみたいになってくると、もう楽しくなっちゃう。いいな。いいよ。あとうん、ちょっとお仕事の話に絡むんですけど、はい、あの現場現場の移動とかも良かったりしますか、うん、なんか電車だと遠回りになっちゃったりとかあるじゃないですか。あ、あります、あります、あります。僕らの仕事は、あとなんか乗り換えの変な待ち時間が長かったりとか。その通りですよ。例えばね、はい、赤坂、今ここ赤坂にいるでしょ、うん、はい、で六本木って街があるじゃないですか、はい、で六本木まで行く際にはね、はい、あの電車で例えば行ったら千代田線で日比谷まで行って、はい、で日比谷で乗り換えて日比谷線で六本木だわけでね、はい、やっぱりドアトゥドアで30分程度かかっちゃうわけ。ところがね自転車だと赤坂、はい、六本木なんてね、赤坂通りをまっすぐ行って、カオタンラーメンの角を左に曲がってピンポイントですよ。行けばピンポイントです、ね、六本木すぐ着いちゃう。5分、5分、嘘。そういうレベルかもしれないです、うん、本当に私人生の時間無駄にしてたかもしれない。そういうこと、自転車に乗ってなかったから。しかもなんだかんだ言っても自転車高い高いおっしゃいましたけど、はい、最近、はい、ね、スイカができてから乗り換え、はい、気にしないでピッピやってるでしょ、うんうんうん、あれ地下鉄から JR ちょっと乗ってまた地下鉄とかやってると意外にかかってるじゃないですか、うん、かかってる。それ往復でなんか600円700円とか余裕でかかってる時ありますよね、はいはい、それが毎日ですと。それをずっと自転車にしますってなったら1ヶ月いくら浮くんですかって話。ゼロ円なんです。交通費ゼロ円なんです。私交通費こう生産してる時に結構かかるなと思ってたんですよ、はい、1ヶ月でもうちょっとこんな話なんですけど2万いっちゃう時も、はあはあ、あるかもしれない。だからそれ3ヶ月ためで要するにペイできちゃうところです。本当だ、全然余裕です。余裕だ。ぜひとも買っていただきたい。しかもそういったスポーツ番組やってらっしゃるとなったらやっぱそういうことも日々からやってますっていうアピールは、うん、そうですね、
あと私この、うん、あのこの雑誌、はいはい、はい、雑誌でバイシクルナビさんであの自転車に乗らせてもらったんですよ、うんうんうん、撮影で、はいはいはい、でその時に乗らせてもらった自転車がまあ可愛くてこれなんですけど、あこれなんだ、ルルイガノかな、これはすごいな、見ただけで、これはなんかドロップハンドルってやつですか、うん、本当ドロップハンドルけどこれもすごい乗りやすくてめちゃめちゃ速かったんですよ、うんうん、あこれそうかもしれない、はい、これは小さくても速いんですよ、本当ですね、うん、楽しかったですしね、うんうん、あと交通費浮きますし ね、で運動になります、運動になるのか、痩せるっていうのもありますよ、あ足痩せ、ね、て足痩せだけじゃなくて、はい、だってね私ね自転車生活を始める前は、はいはい、体重ね84キロあったの、すごいね、デブだったんですよ、デブだったんですか、うん、それがね、うん、1年で67キロまで減ったしねすごい、いけます、1年ですごい、その頃はねまだね29歳だったから、まあ若かったからそれだけ痩せたっていうのもあるんだけど、でも今リバウンドなしですよね、あんたもっと若いからね、リバウンドなし、すごい、さあこれだけ話を聞いて小島さん、うん、自転車乗りますか乗りませんか、乗ります、ありがとうございます、これはね口説かれちゃったありがとうございます、これはいいですね、いやでも本当ね、うん、小島さんを筆頭にラジオを聞きのサイクリスト予備軍の皆さんも、うんうん、今日のことを参考にして、うん、ぜひサイクルライフ始めてみていただきたいと思います、さあ2週にわたって小島さんにお付き合いいただきましたけれども、はい、まあ自転車も含めですけど、はい、小島さんのこれからのお仕事としての目標を最後に聞かせていただければと思います、うん、そうですね、まあ、まだまだやりたいことたくさんあるんですけれど、今はラジオのレギュラーが欲しいですね、おラジオの楽しさも同時に知ってしまった、はい、今日めっちゃ楽しかったですありがとうございます、自転車の良さとラジオの楽しさがダブルで分かりました今日ね、はい、だからいろんなことに何でも挑戦していきたいんですもんね、うん、本当に、はい、だその一つにぜひとも自転車も加えていただければと思います、はい、ぜひということで今回のゲスト小島瑠璃子さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。